4月から新しいドラマに出演することになりました。タイトル僕運命の人です。はい、ということでどんなドラマかと言いますと、まあ運命の人と君はもうすでに出会ってるのになんでそんなに見逃してるのだと、お前もっとがっつり攻めていけよと、そういう話なんですけど、まあ、いろんなこう運命のいたずらとかね、今なかなか運命をね信じるっていうのもなんかこうなんかちょっと照れくさくて、なんか運命っていう感じの時代だけど、でもそこででもやっぱそういうのあるじゃん、そこを信じてみようよっていう、なんかそういうドラマなのかな。まあラブコメです。出演してるのは、亀梨和也。僕がね演じる役はね、またこうすごい不思議で、あの神です、自称ね、うん。私神様です。あのなんていうか、まあ、つかみどころなくてちょっとこうふわっとしてるんだけど、でも言うことはもうバシッと信憑性があるような、なんかね回を進むごとにこの人って本当どんな人なの、味方なの敵なの、え何なのみたいな、多分そういう風に持ってきたら、でもなんかどっかにこう 愛情深さも感じるとか、なんか深い役です、すごく。でも思いっきりあのポップに楽しくやっていいっていうことなんで、あの今からあの現場がね楽しみな不思議な感覚に、はい、なってます。亀ともね久々のドラマ共演ということで10年ぶりぐらいですね。放送時間は土曜日の夜10時から、そして主題歌、このね僕とあの亀と一緒に歌わせていただくことになりました。もうこの亀と歌うのも久々で、あの亀とヤマピー、そのままユニット名が亀とヤマピーで、いろいろ考えたんだけどね、これが一番みんなピンとくるんじゃないかっていうことで、亀とヤマピーっていう名前になりました。まあ明るくて楽しい曲にしたいねっていうことなんで、これも皆さんちょっとぜひ楽しみにしていてください。